ねえ、聞こえる？私の声。音量上げてちゃんと聞いててくれないと。その耳、噛みちぎっちゃうからね。陛下のお気に入りとはいえ、あんな得体の知れない女が城内を闊歩するだなんて。そうそう、奥様はあの噂ご存知？あの女、何十年も前からこの城に出入りしているって。ええ、それもずっとあの若さのままででしょ。なんと恐ろしくて汚らわしい悪魔なんでしょ。あらあら、ご婦人方、ずいぶん楽しそうですわね。私も混ぜてくださらない？いえ、大した話ではございませんので。そうなの？残念。私、お二人にとっておきの話があったのに。それは一体？あは、興味ある？実はね、二人にはとっても感心しているの。それはまた、どうして？だって、お互いのご主人の浮気相手とよく仲良くできるなって。あ、もしかして知らなかった？ごめんなさいね。お詫びに、これだけ。置いていくわ。じゃ、またね。あ、どうされました？お二人とも落ち着いて。魔女め。今日も楽しい一日になりそう。遊んじゃったけど、今日はちょっとだけ大事な予定があるのよね。せっかくだから誰かに手伝ってもらいたいわ。帝都ハイガルデンへようこそ。ってラプラス様でしたか。いや、この国は本当にすごいですよね。幻獣ラズイのマナを吸い上げてリアクター技術にするなんて、一体誰が考えたんでしょうか。あ、ごめん、聞いてなかったわ。そういうのは訪問客とやってね。いいなぁ、帝都をぐるっと一周できる列車か。何周見ても飽きないけど、いつかはあそこからの景色も一望してみたいな。荒涼とした土地であるジルドラも、ラズィのマナから作り出したリアクターのおかげでここまでの発展を遂げたのじゃ。そのマナが枯渇したらどうなるか、なんてことは生きてるうちには関係なさそうじゃな。生きてるうちはね。
巨大な幻獣長老ラズィ、それを従える帝城ガルデンブルク、いつ見ても圧倒されるな。俺もいつか帝国兵になって、あの場所で赤老将様の下で、あんなことやこんなこと。これは赤老将様、お疲れ様です。あら元気でいいわね。たくましい筋肉も素敵。ありがとうございます。それなりに鍛えていますので。んー、ねえ、じゃあ私と一緒にしない？な、何をでしょう。ほら、洞窟の奥をコツコツって。コツコツですか。そう、それで出しちゃうの、厄介で獰猛な獣たちの群れを。それでそれで、もしもの時は私の盾になって死んで。そこまでハードなのはちょっと。あ、そ、つまんない男ね。ねえねえ、今暇してる屈強な男とか知らない？すみません、ちょっと思い当たらず。うん、もういっそただの話し相手でもいいんだけど。そういうことであれば、私がと言いたいところですが、今日は娘に料理を教える約束をしておりまして。ふん、母親の味を伝授ってやつ？はい、もしよければラプラス様にもレシピを。いらないわよ、他人の家庭料理なんて。ですよね。では私が夫と出会った頃に飲んでいた特製ドリンクのレシピを差し上げましょうか。私はこれの力で夫を落としたと言っても過言ではありません。あは、それは面白そうね。じゃあそっちはもらっておくわ。おい、待て、そこの魔女。え、魔女ってあたし？他に誰がいるってんだ。探したぜ、ラプラスさんよ。あら、情熱的な目。でもごめんね、僕。あたし、これから野暮用があって。せっ、お前のせいで俺たちの人生は台無しだ。かかれ。あら、こんなに大勢の男とだなんて、あたし困るわ。忘れたとは言わせねえぞ。お前の気まぐれで俺たちは軍を追われて。あなたたちは確か、それどちら様？とぼけやがって。ごめんね、私って忘れっぽいのよね。目覚め、あんまり過去にとらわれたくないっていうか。とりあえず先に手を出したのはあなたたちだから、皆殺しにしても正当防衛よね。なめやがって。邪魔よ。狙い撃ちよ。あの人を捕まえて。目障りね。蹴散らすわ。うん、ダッサ。狙い撃ちよ。そう、どこ、何するのよ。もう何なの。邪魔よ。何、殺されたいの。目障りよ。
目障りよ。こっちこっち。狙い撃ちよ。逃がさないおバカさん。ほら。ほら散って。邪魔よ。狙い撃ちよ。楽しい。目障りね。蹴散らすわ。この味、うっとりしちゃう。狙い撃ちよ。逃がさないわ。呪力解放。ほら散って。相変わらずだな、あなたは。あら、バスチアンちゃん。何？覗き見？エッチなんだから、もう。不快にさせたならすまない。相変わらず、からかいないのない子ね。あ、そうそう、悪いけど、私の用事にちょっと付き合ってくれる？承知した。こっちが不安になるほど即決ね。自分にとって、あなたからの頼み事は極めて優先度が高いのでな。そう。どうかしたか？なんでもないわ。行くわよ、バスチアンちゃん。お姉さんと甘美なデートの旅へ。デート？任務ではなくか？そうなると自分以外に適任が。ああ、もういいから行くわよ。善処しよう。